アニストとバイオリニストのちょこっとラジオ。この番組はガンピアの提供でお送りいたします。ちょこっとラジオ、ピアニストの河合まなみとバイオリニストの野口まゆかです。今回はいよいよ来週に迫ったコンサートについてお話ししていきます。はい、コンサートということでプログラムについてね、うん、ちょっと深掘りしたいなと思うんだけど、はい、どうぞやるのがまずクライスラーっていう作曲家の曲を4曲と、モーツァルト1曲ベートーベン1曲となってます。でまずクライスラーなんですけど、なんでやろうかって思ったかっていうとクライスラーってバイオリニストでもあったから、すごい小品っていうその3分とかで終わる短い曲をたくさん、バイオリンとピアノの曲をいっぱい残してて、愛の喜び、とかそういう結構曲名は分かんなくても聞いたことあるみたいな曲、意外とその BGM とかで使われてたりする曲を書いてる人です。で、それちょっとやってみたいねっていうので、あと今回のテーマであるドイツ、オーストリアで、オーストリアの人なので選んだっていう感じなんですけど、バイオリニストだから、そのクライスラーが、バイオリンが結構難しい。よね。いや、そうだね。バイオリンがすごい労働してる感じがする。労働してる感じするよね。曲目が、美しきロスマリン。ベートーベンの主題によるロンディーノ。で、中国の太鼓、プレリュードとアレグロっていうのがあるんですけど、私が今一番苦戦してるのは、プレリュードとアレグロ。大変そうだね。バイオリンの楽譜が真っ黒。真っ黒だね。激ムズかって言われたら、多分他にもっと難しい曲いっぱいあるし、すごいもうめちゃくちゃ難曲とかではないんだけれども、やっぱ作り込んでいく感じとかが結構難しいなのと、あと結構こう似たフレーズが繰り返し出てきたりするから、そのちょっとしたその音のなんていうのかな、違いをちょっとこう頭に入れなきゃいけないっていうので、ちょっと難しい、苦戦してます。でも一番かっこいいよね、この音曲の中では。映える、映える、なんかコンサート映えするっていう、派手って感じがするよね。そうだね。これはまゆかさんの音色で聞くの結構好きかも。本当。プレリュード部分が本当に、最近仕上がってきたっていうか、その方向性がすごい見えてくるから余計に最近やっと方向性が決まってきました。なんか結構いいんだよな、まゆかさんの音。いそうな、そんな音がする。それっていいの？いい音なんだよな。私個人的に中国の大学。中国の大学。ちょっとまるみちゃんっぽい。あ、まるみちゃんっぽい。中国の。ひょうきんな感じ？てん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 みたいな。あれなんかね、楽しいんだよ。中国の太鼓は結構、派手っていうか華やかなんだけど、弾いてる方としてはそんなに怖くないっていう、不思議な曲で。そんなにドキドキみたいな感じは意外とない。聞いてるとちょっと綱渡りっぽい系の曲かなって思うんだけど、意外と。合わせたての時ちょっとスリリングだったけど、確かに、ね、慣れてきたら結構慣れてきたら意外と楽しく弾けるって感じかな、ちょっとコミカルな曲だよね。それで、そんな感じでクライスラーは、どっかで聴いたことがあるような曲っていうのが多いです。でバイオリンが結構労働してる。確かにバイオリンの労働の曲って感じで、モーツァルトは、バイオリンとピアノのためのソナタで、ケッヘル番号っていうのがついていて、それの301番を呼びます。それはこの メロディーとかがバイオリンピアノと交互に出てきたりとか、ソナタなので結構こう作りがかっちりしてる、ザ古典派っていう感じの曲をやります。古典派久しぶりにやったけど、やっぱ難しいよね。なんだろうね、難しさっていうか。音がさ、すごいシンプルじゃん、モーツァルトって。出てくる音がシンプルだから、余計にごまかせないっていうかさ。そうだね。やっぱ掛け合いがすごい楽しいなって思った後。そうだね、掛け合いが楽しいよね。モーツァルトはね、結構、私が主導権を握ってるみたいな、ところがあるかもしれないな。
結構、まゆかさんに頼ってばっかりだと、なんか、前に進んでいかないっていうか、やっぱ自分でちゃんと推進力を持ってやんないといけないなって思う。だから、このモーツァルトとベートーベンはそうかな。その二つはやっぱ特に。そうだね。改めて勉強になってる。モーツァルトはこの前、梅の絵画記念館。梅の記念絵画館？梅の記念絵画館。で、一回弾いたので、なんとなくその本番の雰囲気っていうか、感覚はつかめたけど、ベートーベンは本当に初出しだから結構。そうだね。コンサートホールの響きで、やっぱ当日少し変わってくるかもしれない。で、ベートーベンが、モーツァルトは2楽章までなんです。1、2楽章、2楽章で。で、ベートーベンは全部で25分はあって、長いよね。長い。やっぱり集中力とかも結構4楽章になって、4楽章が一番集中しなきゃいけないんだけど、音とか結構、細かいし。だけど4楽章の時に結構集中力が切れそうみたいに。なんかね、前回やったフォーレとはまた違う感じの。そうだね。なんかフォーレの時ってさ、なんか合わせ的にはそんなにさ、こう、一体感はいつもあってみたいな。そうだね。なんか合わせでここがあんまりなんか一緒にこうやってる感じがないよねっていうのはなかったけど、ベートーベンはなんかこう自分のことに結構必死になりがちになっちゃうっていうか。そうだね。なんだろうね。そこがちょっと難しい感じがする。そう。なんか前回の合わせでようやくちょっとこう近いそうだねラインに歩み寄れたというか、お互いの音をよく聞いてやっていくしかないね。やっていくしかない。でもやっぱやればやるほど楽しいよね。そうだね。噛み応えのあるスルメみたいな。スルメね。噛めば噛むほど味が出るみたいな。確かに。これ放送されるのが5日だから。1週間後だね。これの1週間後が本番。いやーでも私はやっぱね、プレリュードとアレグロ。そうね。なんか1箇所さ、1個間違えたら戻れないかもしれないっていう箇所があって。どこ？タララ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 のがさ、ずっと続くところがあるじゃん。最後のもう本当に手前。そこが、なんか、ちょっとポジション移動が、このバイオリンのこの、ここがポジション移動があって、そのタイミングが全然そのメロディーとは関係ないところで来るから、そのタイミングを間違えちゃいけないんだけど、一個間違えるともう全部崩れるから、それはすごいね、緊張する。あ、そうなんだ。でも、架線すごい多いよね。そうだね。なんか、音でちゃんと追っちゃおうとするとさ、なんか、わかんなくなってきて、逆に、白でこうやってさ、膝の上でこうやって指こうやって、数えてるよ。やってる。なんか見てるとだんだん、どこだかわかんなくなってきちゃった。やばい、やばい、やばいっていう、このパニックがさ、起こって、タイミングを逃す。そう。じゃんじゃんって、たまにピアノが入るとこがあるんだけど。意外と難しい、ね、伴奏も。労力がそんなね。集中力が必要ね。そうだね。なんか、バイオリンと同じぐらいの熱量と集中力を持って、楽譜を追ってないといけないなって思ったな。最近はね、なんか出した先の自分の音をよく聞くようにしてて、指の動きをさ、覚え込ませるのももちろんなんだけど、本番が迫ってくると、だんだんドキドキしてきちゃって、早く弾く傾向にあるから自分は。ちゃんとゆっくり。あすいません、ワンちゃんのご飯の時間で、今。ワンちゃんご飯だよ。これ私の声。まるちゃんご飯ですよ。あ、ご飯だよか。ご飯だよ。でも全然。おやつに夢中じゃない？食べてない。何の話したっけ？なんだっけ？あ、そう、だから、早く、本番前になると、早く弾いて。本番前になると、結構、なんかドキドキしてきちゃって、で、その心拍数に合わせて、テンポも速くなってきちゃうから、深呼吸しながら、心拍数をコントロールしながら弾くっていうことを結構心がけているかな。なんか、プレリュードとアレグロとかさ、あと、中国の太鼓とか、テンポがさ、速いともう弾けなくなっちゃうからさ、結構それはドキドキかも、私も。どんなテンポでその前奏、プレリュードはね、自分から
始まるからいいんだけど、中国の体育とかさ、ジャッ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 ジャ難しいよね。だからちょっとそのちゃんとね、それはちょっと頼むわって感じだね。ちゃんと秩序あるテンポで、まゆかさんと演奏できるようにこうね、そこ結構確認しているかな。そう、ね。ベートーベンの四楽章とかも最初早く行っちゃうと、うん、最後の方の三連符とかがもう自分の首を絞めることになるよね。結構そうだね、最初はいいんだよ。最初は楽しく弾けるんだけど、うん。そうそうそう。なんか気持ちよくなっちゃうんだよね。そうそうそう、この1、2、3と溜めてきたものを4の前奏でこう気持ちよくなってたのが、最初から解放されちゃう。ちゃうと結構大変なことだなと、ね。そうそうそう。だからそういう自分のこれまでやってきた傾向を自分で分析しながら、なんか本番にこうなったら困るなってことを予測して、イメージしながらちょっと練習しているかな。うん、あとちょっとやっぱうまくいきにくいところ、ちょっと音がはまりにくいところやっぱちょっと練習するのと、ゆっくり弾いて鳴らした、鳴らす時の気持ちと、鳴らした後の音こうってよく聞くようにして、ね、口をよく見てる、こうやって。口をよく見てる。こうやって鳴らした、こうやって。やってるかな。なるほどね。まゆかさんは？私ね、なんかね、その、繰り返し同じところをずっと練習するみたいなのができないんだよ。なんか、いつも何か刺激がないと、できない。そうなの？意外だね。だから、なんかまあメトロノームに合わせるとか、うん、あとその音程確かめるために、うん、なんかちょっと専門的な話になっちゃうけど、その隣の弦、うん、その今弾いてる音の隣の弦を開放弦を一緒に弾いて、うん、まあ、相対的にその音程合ってるかどうか確かめるの音程確認のやつでやったり、メトロノームもそのただのカチ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 だとその全部拍がさ、その、うん、つまんないって言ったらあれだけどさ、あ、表の拍しか1、2とかさ、1、2、3、4、うんうん、で、なんかそれだとやっぱりこういう感じの音楽になるから、あ、そうだね、なんかそれもあんまりつまらなくって、うん、なんかアプリでドラムのベースだって ドラムでそのリズムだけを刻んでくれるみたいなアプリがあって、あるね、なんかジャズとか、なんかフュージョンとか、うんうん、なんかワールドミュージックとかいろいろ種類があって、うん、なんかそれでなんかズッチ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 ッみたいなやつに合わせてベートーベンとかモーツァルトを弾くっていう方に結構ハマってる。ハマってる。いいね、なんか乗れそうだね。そうそう。乗り乗りそうなんか。そう。そうするとなんかね、その自分が見落としてた小さい拍感とか、私結構ね、その終わりを走っちゃいがちだから、なんかそういう終わりのところまでしっかりこう意識して弾けるっていう練習。終わりなんかさ、1、2、3、4のさ、4のその拍をさ、ちょっとこう、なんていうの、はしょって次に行っちゃいがちだから、私がね、そういうのがなくなるっていうか、そういうのに気づけるから。あれなんかね、あの、小説の終わりってなんか、次の小説の方にもう気がいっちゃっててさ、そうそうそう、4拍目の裏とか特に抜けやすいよね。切ってない時があるから、わかるわかる。そういうのやると、なんかこう、結構自然に、普通に弾いた時に自然にこう、曲の流れができたりとかして、あとやっぱり普段バイオリンってそのピアノ譜はさ、バイオリンパートが書いてあるけど、バイオリン譜にはピアノパートが書いてないから、そのピアノの音をちゃんと何やってるかを頭に入れるためにピアノのパートをピアノ譜を見て、ピアノ譜を見て練習してくれてると、そう、ありがとうございます。そんな感じで結構いろいろなんていうの、その日によって、うん、なんかこうアイテムを変えて練習するみたいな。でも飽きなくていいね。そうだね。そうそう。あ、でも私もう一個あれだわ。あと電子ピアノで練習するときは、もうなんか電子ピアノの良さを生かしてバイオリンのパートを先に録音しとくのよ、弾いて。で、それに合わせて弾くっていう。おー、それいいね。ことやると、なんかバイオリンのパートを弾くために一回さ、ほら、頭に入れなきゃいけないし、こういう動きあるんだとか、こっからここまで音程上がるんだとかさ、わかると結構、なんか、発見があってね、いい練習だなって思った。
なるほどね。前回の放送でお話しした物販なんですけども、グッズが決まりましたので、発表しますね。まずステッカー。あ、貼ってるんかい。このね、ちょこっとラジオで毎度紹介しているこちらのステッカーを販売します。で、それから、これ、クリアファイル。野口まゆか&河合愛美デュオ。この余白がなんか可愛い感じの。余白が可愛い。余白のスペースとこの絵のゆるさが可愛い。で、裏面がちゃんとこう、クリアになっているから、書類を入れてもそう、ね、何を入れたか分かりやすいかなっていう感じで、なってます。はい。まあ、どっちも限定だいたい20枚くらい。大体どんぐらいね、需要があるか分かんないけどね。うん、気になる人は、早めに、うん、休憩時間と終演後に販売するので、うん、ぜひお買い求めください。はい。ぜひ記念にね、買っていってください。ピアニストとバイオリニストのちょこっとラジオ。何のこっち来る、寂しいんかい。はじめまして。私の、弟、カナダに、カナダで大喧嘩した弟の預かり犬、まるちゃんです。かわいい。男の子。男の子。お目目が綺麗だね。この毛が、まだらでかわいい。よし、じゃあこのままいこう。このままね、ここで、リスナー、視聴者の皆様に大切なお知らせです。このちょこっとラジオですが、12月で最終回となります。その最終回で、視聴者が選ぶ質問トップ10を皆さんの投票で決めて、選ばれた質問を送っていただいた方に、ステッカーをプレゼントいたします。ということで、投票については、この概要欄のね、リンクをクリックしてそこから投票していただけるようになっています。投票日の締め切りは、コンサートの日の11月11日までとします。ぜひぜひ、投票してください。コンサート当日には、コンサート会場にお越しにいただいた方限定で、ちょこっとラジオのね、特別会、もう収録したんですけど、本番10分前とかになるのかな？うん、その、もう特別会も放送あるので、まだ迷っている方、予定が空きそうな方はね、ぜひ、コンサートお越しください。あと、その開演前のとか、休憩に入る時の、アナウンスってコンサートでいつも、袖にいる人にさ頼んで、袖にいる人とかスタッフの人に頼んで、これより15分間の休憩いただけますとか、言うじゃん。それ今回、全部、まなみちゃんが、事前に録音してくださったので。はい。私の声が。まなみボイスで。そうです。ちょっとね、いつもの、こういうコミカルな感じじゃなくて、ちょっと奥ゆかしい、コンサートサイズの。すごい、ちゃんと、アナウンサーのようだった。だからちょっとね、そこも、お楽しみポイントということで、聞きに来てください。はい、ぜひ。次回の放送は、12月15日。いよいよ視聴者が選ぶ質問トップ10の発表、当選者の発表と、コンサート終了後ということで、お越しいただいたお客様のね、書いていただいたアンケートの紹介とか、まあ、盛りだくさんの最終回をお届けしたいと思います。はい、なんか終わっちゃうの寂しいね。ねえ、何やかんやっぱ1年か。1年くらいだった。そう、約1年。だね。ねえ、なんか終わっちゃうんだね。寂しいな。で、次これ撮るときにはもうコンサートもあってってことでしょ。そう。あ、なんか寂しいかも、いろいろ。まあね。まあ、とりあえず、頑張ろう。頑張ろうね。とりあえずやりきろうね。やりきろう、あと1週間。皆さん、お待ちしてます。はい。じゃあ、それでは、さよなら。提供でお送りいたしました。